なんかミレマーさんのトップロってとんでもないものが入ってるイメージがあるからめっちゃ喜んでるやつ。全部3600円で、一番右のブラックとゴールドの福袋だけ5500円。え、俺当たっとったやけど。5000円当たっとったやけど。さあ、一体何が入っているのでしょうか。それではピンクから開封していきます。何が入ってるのか教えてください。じゃあお父さんが見まーす。なーすごい。ネタバレしてあかんで。これ何、俺エイリアンやと思ったやけど。目あるやん。足ってことこれ。ルーミーズパーティー抱き枕クラゲ。クラゲの抱き枕。俺クラゲかエイリアンって思っちゃった。当たっとる。クラゲだって細いクラゲとかおるからな。次俺が出す。うわっ、かわいいやん。寝とうかお。かわいいやん。これ抱っこしてねんねできるやん。だけプレミアムネムネムアニマルズ抱き枕 M って。あの超硬い目じゃなくてよかった。ちょうどトラ年やから。そうやな、かけてあるのかな。あ、袋もだってこれ、だって袋取らんか。ぬいぐるみ系やな。パンダかわいい。かわいいよ、パンダのぬいぐるみ。これ、気持ちいい系や、絶対。かりんちゃんの毛。かりんちゃんや、かりんちゃん。かりんちゃんのパンダ版。かりんちゃんのパンダ版。ジョン。おお、かわいいやん。ポーチ。ポーチ？ちっちゃくない？ポーチにしては。あ、ちゃう。手のひらエコバッグミニコタローって書いてある。エコバッグやって。エコバッグになってキーホルダーっぽい、あのボールチェーンもついてる。普段はキーホルダーとしてこう、あのカバンにつけとってさ。エコバッグって何？エコバッグになるのに変身すんねん。買い物にも手袋。見ろこれを。え、なにこれ。UV カットクールタオルケットトロピカル。冷たい UV カット効果のあるクールタオルが入ってるんや、この中にな。まあ、夏にいいな。いくで、さらに超高機能立体マスク2サイズ。これやね。まあまあマスクはね、まあ実用的やね。使えるな。これやこれ。え、ないわ。ない、うん、でも思ったよりええもんが入っとったんじゃん、うん、のこれ、こここれ一番いい。あ、お母さん見てこれ、俺のバッグ。あ、でかいやろ。あ、すごいな。なんかビレバーさんのトップロってとんでもないものが入ってるイメージがあるから、すごい良かったような気がする、今のは。いや、でもまだな、次のは分かる。そうやね、面白いものが入ってるかもしれない。はい、開けました。グリーンは、さあ、何が出てくるのか。はい、まず一つ目、見せてください。丸太やな、丸太のクッション。いいよ、めっちゃいい。かわいいわけじゃないけど、まあ枕として使える感じ。リアルギミックチェーンソー。これは子供にとったら結構いいかも。そうやね、俺にとってめちゃいい。火起こしキット、これは面白い。チャレンジ、木と木の摩擦により火を起こす道具ですよって。古代の体験できるってことだ。すごい、これはなかなか手に入らへん。確かに手に入らんけど、使うかって言ったらもう微妙なところやけど。なんか無人島みたいなとこ行った時に嫌なことあるな、体験でな、うん、めっちゃ苦労したよ。めっちゃ苦労した。次、一番気になるやつ、これ。めっちゃ金色や。ゴールドトランプ。あー、トランプ、トランプ欲しかったんだよ、感じ。これ欲しかった、ずっとトランプが欲しい欲しいって、うん、よかったな、ね、けど、パルタの方が好き。しかも金色の箱や、金色の箱や。あ、ハンモックやん、いいやん。え、いいやん。これはいいぞ。めっちゃ喜んだ、ハンモック。え、めっちゃいいやん。キャンプする人とかさ、あとまあ庭にそのかけるとこがあるんやったらめっちゃいいよな。そうそう、結び方もちゃんと。あれでも家の中でもできるよな、つけるとこさえあれば、うん、めっちゃ喜んでるやん。
スキレットミニ。厚手のフライパンじゃない。キャンプとかに持っていくような。めっちゃちっちゃいサイズやな。目玉焼きサイズぐらい。結構なんかキャンプ系。そうや。今回のこの緑の袋はキャンプ系入ってる。キャンプ系っぽいかな。まあ、ちょっと現代じゃないキャンプのやつは。ハンモックもあって、料理もできて、トランプで遊んでて。じゃあ出せる。これで聞けるの。電池は別ですね、きっとね。この多分チェーンが回る。まあ大人はいらんかもしれんけど、子供は喜ぶよ。今ので緑は終了な。うん。何でして？はい、次は黄色い袋。これも3600円かな。ガオー2022のスポンジでございます。これはね、まあ、主婦が喜ぶ感じですね。あれ、なんかこれは主婦系な感じするな。ヘアドライタオルやって。洗面所とか台所つながりかな。なんかそんな感じするな。けど次はちょっとね、違うものが。おお、すごいやん。クッションやん。トラやん。超リアルなトラやん。うわー、リアル。すごい。これ嬉しい。嬉しい。次行くで。次行くで。え、何それ？ブランケット。うわー。なんて書いてある？全部好き。ビレッジヴァンガードって書いてある。しかもオリジナル商品やな。なあ。ここミニ、ミミやちゃんとある形。あ、ミミちゃんと。可愛くない？しかも丸っこい、可愛い。ベッドにあったらさ、このセットさ、可愛くない？可愛いな。え、これバッグやん。エコバッグの大きめのカバンみたいな感じやな。まあいいよ。終わりっす。終わり。今回は早いな。でもさ、3600円でこれやったら一番最後ちょっと期待じゃない？ちょっとほんまにさ、ゴミみたいな入っとかなと思ったけど、なかったな。それなりにみんな使えるものじゃない？かなり使うてくる。スポンジだってさ、値段的には安いかもしれんけど使える。うわぁ。そして今回の目玉商品です。さあ、これが一体何が入っているのか。いくで。はい、どうぞ。一つ目。でで、ちっちゃ。これは。こちらはショーンのキーホルダー。でで、かわいい。かわいいけど、なんか意外と一番ちっちゃいのが出てたら今まで。まあまあ、まだまだ。え、わたる外した。え、なんか。え、わたる外した。え、なに？どうした？一番大きいの出そうとしてるの？これほら、テープ入ってる。え、めっちゃいいやん。すごい。わたあめメーカーやって。え、めっちゃいいやん。ザラメ。あ、ザラメがついとったんやん。壊していませんでした。これはすごいで。え、めっちゃいいやん。すごいすごい。めちゃくちゃいいやん。ちょっと大人も嬉しい。お、いくで。これびっくりするな。これが5500円の福袋に入っとんの。の。あとは面白い系。はい。ドゥ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 。アーベルマーベルのマグカップ。いや、これはいい。取っ手がほら、カラビナっていう。おもろいやつ。だから、これもなんかキャンプとかでさ、こう、つら下げて。あー、確かに確かに。次、おもろい。フォークになりそう。え？になりそうってどういうこと？全然わからない。刺すね。なるほど。これはピック。指にはめてこうやってブスって果物とか刺せますよっていうやつ。あ、しかもモンスターの形。やろ、フォークみたいやろ。確かにフォークみたい。フォークみたいやけど。これかわいいやん。かわいいな。めっちゃかわいい。使いやすさはちょっと謎やけど。かわいいな。かわいい。あと3個やね。フォークですってこれ出されたびっくりする。なんかアイスみたいな。アイス。アイスのコップ入れ物やな。アニメとかでありそうなアイスのやつっていう感じのやつ。いいや。なかなかないよ。使える。ちょっとおしゃれやん。これにアイス。さぐさん悲しみの。アイスじゃなかった。ガラスやろ。あと2個ぐらい。最後多分しょうもない。言うたかい。これは最後じゃない。ミニコップ。コップテイル。テイルズ。セットブフォーショットグラスシリーズ。へー、まあいろんな形だ。そうやね、4つのいろんな形のコップや。靴の形のコップ。まあまあコップやな。はい、ラスト。除菌シート。最後しょうもない。今時ですね。しょうもない。除菌シート。しょうもないです。一番これが一番しょうもない。まあでも一番使うからな。いや、ちょっと待って、一番しょうもないのさ。スポンジ。スポンジは主婦には使うから。洗い物する時は使うから。洗い物使うだけでみんなしょうもない。あの子供にとったしょうもない。しょうもない。主婦にとったら結構嬉しい。大
ただ5500円の福袋なだけあって、一番やっぱ良かったのはロボモア的にはわたあめ駅が嬉しいな。俺もそうよ。俺もそう。ちなみに全部合わせての中でやったらどれが一番いい？え、トラ。トラ？トラ何？トラなんだ。抱っこってできるやつ。そうだ。たけるは？あ、わたあめ駅。今すぐしていいか。2位が俺、ね、2位俺トランプ。3位このわたあめ。たけるトランプじゃなかったの？2位がクッション、3位がチェーンソー、4位がトランプ。かわいそうトランプ。一気に1位がトランプ。めっちゃ欲しい。そのめっちゃ欲しいもんよりええもんが入っとったってことや。お父様そのマグカップいいかな。マーベルのな。で、コップもさ、あのいろいろ使えると。まあ確かに。はい、というわけでロボコの的には結構良かったんじゃないかなと、今年の。俺もこいつが一番いいぜ。こいつが一番いいぜ。ロボ家が開けた福袋はこんな感じでした。よかったら皆さんもヴィレッジヴァンガードの福袋買ってみてください。この動画が少し向かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ツイッターインスタ、TikTok、ライブフォローよろしくね。じゃあバイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。